時速300キロ以上という目にも止まらぬスピードで走りながらも、ダイヤの正確さ、優美な車体は日本のみならず世界からも羨望の眼差しを向けられる日本の大動脈です。その中でも東の大動脈、東北新幹線をはじめとした系統は厳しい制約がありながらも日本最速320キロ運転を行っています。東京駅はピーク時には4分間隔でやってくる列車をたったの4本のホームでさばかなければなりません。福島駅は山形新幹線が平面交差で分岐、山形新幹線に関わる列車は上りも下りもたった一つのホームでさばかなければなりません。山形新幹線は新幹線とは言いつつも在来線の線路を走るミニ新幹線、単線区間もあり鈍行列車と共に走ります。こうした厳しい制約の中で日々安定した運行を続けているのがこれら新幹線の特徴です。制約といえばこのおもちゃも制約の多いおもちゃと言えるでしょう。そう、ご存知、プラレールです。限られたレールパーツに速度の制御は不可能。彼らに意志は存在せず、ただひたすら前に進むだけ。しかしそんな制約だらけのおもちゃに魅了されダイヤ運転に取り組む本気の大人たちがいました。通過よ。はい、ドイツ遅れで、すみません、発車していいですか。はい、どうぞ。148やまびこ出さないので、はい、翼単独で出します。148M 単独できます。この動画はそんなじゃじゃ馬なおもちゃをダイヤ通りに取り扱い、連結、開放、プラレールの新たなギミックを最大限に活用、企画から組み立て撤収までの全てを追います。関東某所のとある公民館の会議室、このイベントを主催するのはプラレールサークル天通団。2020年2月に発足、廃線や風景、ダイヤなどを通じて実際の鉄道を表現するプラレールサークルです。昨年はネットニュースでも話題になった相鉄 JR 直通線湘南新宿ラインをテーマにした運転会を開催。プラレールでダイヤ運転するという遊びが大きく広まりました。そして相鉄直通湘南新宿ラインの運転会をまとめた書籍がコミックマーケット100で発行決定しました。ご覧のスペースにて皆様をお待ちしております。過去の運転会の書籍も発行予定、またご覧の書店でも発行予定です。今回の運転会は開業から40周年を迎えた東北上越新幹線、同じく30周年を迎えた山形新幹線、長野駅開業から25周年を迎えた北陸新幹線をテーマに、それぞれ節目の年となった新幹線をプラレールで表現しました。表現した範囲はターミナル駅東京駅から東北新幹線は仙台駅、山形新幹線の前線、上越新幹線の前線、越後湯沢から伸びるガーラ湯沢支線、北陸新幹線の上越妙高駅までの区間。駅はスペースの関係で一部が省略されています。これらの路線をレイアウトに落とし込むとこのような配置に。一つの部屋の中に関東、東北、信越地方が効率的に配置されました。そして列車の運転に不可欠な車両基地を6カ所、運行状況を把握する指令所が設置されました。今回の大きな特徴は先頭車同士をつなぐことができる
マグネット連結機と往復シャーシを使用して連結運転を行うことです。山形秋田新幹線は東北新幹線と連結を行い走ります。それをプラレールでも同様に走らせることになりました。持ち込まれた車両の数は合計でおよそ350編成。そのうちダイヤ運転の運用に入るのは60編成です。ダイヤ運転で使われる車両には全て運用番号、列車番号が振られます。運用とダイヤに従い車庫の配置段階から出庫、始発、終電、そして車庫への入庫までが決められた線路と時刻で秩序を持って運行します。例えばこの E7K が入る運用番号 F700 には東京新幹線車両センター7番線に据え付けた状態でダイヤ運転を開始、19時52分に出庫し東京まで回送します。東京からは21時12分発輝き515号として上越妙高へと向かいます。終点に設けられたループ線で折り返し上越妙高23時16分発白鷹590号長野行きとして運転を行います。長野に到着後は長野新幹線車両センターへ回送し2番線に入庫し運用を終えます。走るのはおもちゃですが現実の列車と同様に扱わなければなりません。手で持ち上げたり線路外に放置するのはルール違反です。時間は現実の1秒で時刻が30秒進む30倍速で進行し1日を48分で表現します。今回も運転会は2日にわたって開催、工程表にのっとりながら作業を行いました。1日目は準備日として資材の搬入、設営、撮影会、フリー運転を実施。2日目は速度測定、ダイヤ運転、そして撤収作業を行いました。1日目は参加者全員が集合したところで説明を行い、KY 活動を実施します。つまぶき点灯多いね、見てます。続いて資材の搬入を行います。今回の会場は前回の相鉄のおよそ2倍の広さで、レイアウトもかなりの規模となります。資材は今回は11名の参加者がそれぞれ持ち寄りました。レールの数はおよそ3700本、上形部品はおよそ1800点にもなります。資材の搬入をしつつ、会場に残った班は撤去した机を再配置し、レイアウトの土台を構築していきます。机の数は107台で、会場の右前を基準に左下に流れるように配置が進められていきます。軽井沢駅付近は峠を再現するために机を自作のパーツでさらに底上げしました。前回のようなトラブルは起きず、土台となる机が無事に配置されました。天通団恒例となった起工式を執り行うと、いよいよ線路工事が着工します。約40名の参加者を一度に作業させるのは至難の業です。そのため工区を5つに分けて作業を行います。まず最初に A 工区、東京工区が大宮の上越新幹線と東北新幹線の合流点を基準にレールを敷設していきます。それと同時に B 工区、東北方面工区が東北新幹線の工事を開始、 E 工区、北陸工区も同時に北陸新幹線の工事を開始、 C 工区の上越工区、 D 工区の山形工区は一旦作業待ちとなるため休憩時間としました。同時に列室では加工班が橋脚の加工、駅名標の組み立て、印刷物の整理作業、スプリングポイントの製作などを行います。スプリングポイントについては後ほど説明します。
昼過ぎに引き継ぎポイントとなる福島高崎までの工事が完了すると C コーク D コークが工事を開始。上越新幹線と山形新幹線のレールを敷設していきます。さてこのレイアウト設置こそは順調に進んでいるものの設計には相当な苦労がありました。分割並行についてです。今回 H5 系の往復パラレールの補強を、使用します。で一部区間では後ろ向きの運転を行います。往復レールを駅に設置して運転方向の変更を行います。実施列車はやまびこ翼とき谷川です。今回は現実の通りに連結と切り離しを行うため連結機と往復シャーシを使用して走行します。往復シャーシとは特殊なレールを通過することで車体の下に設置されたスイッチが引っかかり逆走運転が行えるものです。本来はその名の通り行き止まりのレイアウトでも走行できるための機能です。前進走行しかできないプラレールは必然的に周回するレイアウトにしなければなりませんがこの往復シャーシを用いることで周回させなくとも自走ができるという画期的なものです。この往復シャーシを運転階では列車切り離し後の後ろ側の編成の走行用として使用します。しかしプラレールのレールは前進走行を想定しており逆走で安定走行できる保証はありません。2022年1月運転会開催4ヶ月前とある場所で往復シャーシのテストが行われていました。プラレールは先頭車両に電池やモーターがあり重量があるため安定した走行ができますが逆走運転中では重さの軽い最後尾車両が先頭となり後ろから後押しする形となります。特にポイントを通過するとき安定した走行ができず脱線してしまいます。このままではダイヤ通りの運転はできません。さまざまな試行錯誤を行い安定走行ができるよう研究が進められました。試験走行での結果をフィードバックし連結で運行する区間は通常の坂レールを使用せず4分の1橋脚を使用して緩やかな勾配にする。往復シャーシの逆走で運行する区間はポイントの直後に直線レールを挟むといった対策を行いました。また今回最も過密ダイヤが予想される東京駅のオペレーションも実際に動けるかどうかを確認しました。これらの入念な研究や団員を集めてのミーティングを重ねて本番を迎えることになりました。レイアウトに書いてないけどこれ作りたいとかあったら一応作りたいのリストはあるので余ってるかどうかこっちから言いますのでちょっと聞いてください。多分東京駅とかも多分勝手に U ターンレールはついてるのでつけていただいて大丈夫です。他の各駅も新幹線各駅も在来線書いてないとこあるんですけど全然聞いて大丈夫なので一段落ついたらやりましょう。本線のレールが開通すると在来線の敷設、造形部品などのストラクチャーを配置していきます。どの参加者も熱心に取り組んだ結果、設計図上では行き止まりのレールだった在来線が自走できるようにループ線が設けられたり、設計図にない路線も開通したりと、レイアウトに花を添える形になりました。一方、レイアウトの外では別の作業が進んでいきます。電話回線の敷設と電話システムの構築です。今回は東京の総合指令、福島、仙台、山形、越後湯沢、新潟、長野の7カ所に電話機が設置され、無線機は仙台と新幹線総合車両センター、東京と鷲宮に設置され、連絡体制が整いました。それではよろしくお願いします。お願いします。
設営開始から6時間半でレイアウトが完成。レールの締結式が執り行われました。新幹線の本線の廃線だけでなく、各駅に在来線の駅が置かれ、さらには参加者一同が持ち込んだ自慢の車両が置かれ、どの駅も華やかに仕上がりました。
完成後は撮影会を実施。まずは2021年9月に開催された新幹線総合車両センターの早朝撮影会の車両配置を再現。そして次にネタ枠として福島駅が混乱した時の様子を表したアスキーアート福島祭りを再現。その後は各自自由に撮影を行いました。撮影後はフリー運転を実施。レギュレーションはなく、各駅員はそれぞれ自由な裁量で列車を流していきました。135B 通ってきましたんで運休です。走行中にケツノコマツだけちぎれまして。